瀬戸内マリンビュー。瀬戸内、マリンビューは、西日本旅客鉄道 JR 西日本が、広島駅三原駅間を、山陽本線、クレセン経由で運転している、快速列車、臨時列車である。本港では、派生列車である、清盛マリンビュー、並びに、クレセンで運転されていた、優等列車、観光列車の遠隔についても記述する。2005年に、 広島県の大型観光キャンペーンにより、3月から8月の休日を中心に、スーパーサルーン夢ジを使用して、快速、瀬戸内お散歩号が運転された。その後、同年10月1日から観光列車として、快速、瀬戸内マリンビューが運転されている。2017年3月4日、現在、臨時列車として、土曜、 休日のみ1日1往復運行されている。主として、単線区間を定期列車の合間を縫って運行するため、通過駅であっても運転停車する場合がある。2011年3月11日までは、毎日1日に往復で、1号が広島駅から三原駅まで運行。その後2.3号として、三原駅呉駅間を1往復し、最後に4号として、 広島駅に戻ってくる形で運行されていた。また、2017年2月26日までは、列車号数が付与されており、瀬戸内マリンビュー号として運行されていた。一般的に下り列車は奇数、上り列車が偶数であるが、当列車は広島駅を基準としているため、下りが偶数、上りが奇数に設定されていた、2012年の清盛マリンビュー運行に際しても、 宮島口駅発が下りとなっていた。大河ドラマ、平野清盛の連動企画として、2012年1月7日から2013年1月14日までの土曜、休日ダイヤにおいて宮島口駅広島駅間で延長運転を行い、清盛マリンビューとして運転されていた。列車のヘッドマークに、大河ドラマ、平野清盛広島県推進協議会のキャラクター、 広島清盛のイラストを用いるなどの衣装変更が行われている。ドラマと関連イベントの終了に伴い、タイアップも終了した。宮島口駅マイナス、広島駅、呉駅、高駅、秋川尻駅、安浦駅、秋津駅、津駅竹原駅、ただの海駅、三原駅2006年3月18日から2011年3月11日までは、高駅、三原駅間は各駅に停車していたが、 2011年3月12日のダイヤ改正で2005年10月の運転開始当初と同じ快速運転に戻された。キハ47型機動車を当列車専用に改造したキハ47型7000番台を使用して2両編成で運転されており、1号車は指定席、2号車は自由席となっている。三原駅、竹原駅などのホームには、 当列車の停車駅が赤丸表示で強調された観光案内板がある。また、2010年7月以降の毎月第に、第4土曜日は1号のみであるが、車内で観光ボランティアによる観光案内が行われていた。1956年に運転を開始した準急が、そのルーツで京都駅岡山駅間で、宇野駅発着の列車、後の和しと並結運転していた。 1958年に急行化された際に、宮島と命名されるとともに、宇野駅発着編成との並結運転が、白尾線経由の急行、大線との並結運転に変更された。1961年に、起動車化、1962年に電車化され、東京駅広島駅間の急行列車としてに、往復が運転されるようにり、呉線経由から、 山陽本線経由に変更された。この時点で宮島は急行系電車の定期列車としては日本最長の運転距離となり、以後この記録は破られることはなかった。しかし、東海道新幹線と山陽新幹線の開業によって運転区間は徐々に短縮され、クレセの電化に伴って再びクレセ経由の急行列車として、 最終的には新大阪駅広島駅間で運転されたが、1972年3月に廃止され、秋に統合された。クレ線を経由する東京駅発着の急行列車は1935年のクレ線前通時に、山陽本線経由から変更された急行7.8列車に遡るが、その後戦時中に開廃を経て、 クレセン経由の急行列車自体が廃止となり、秋の直接の前進は、戦後の1949年に東京駅姫路駅間で運転を開始した急行43.42列車である。同列車は、その後岡山駅まで運転区間を延長。さらに1950年5月には、運転区間が東京駅広島駅間列車番号も、 休行23.24列車に変更され、同年の11月には39.40列車に変更の上、秋と名付けられた。しかし、5月の広島駅乗り入れ開始に際して、広島鉄道局が公募の上、ひばりという列車名を与えており、国鉄本社から秋と正式に名付けられるまでは、広島や関西地区で一部の時刻表に使用されたり、していた。 運転を始めた時点では2等、3等の座席車と荷物車で編成された。秋も、1954年に2等寝台車。1956年には3等寝台車。1958年からは、食堂車を連結。宮島が、山陽本線経由の電車列車化された1962年10月以降は、座席車を減らして、寝台列車となり、東京特例。 広島地区を直通する夜行急行列車として編成を充実させていった。また、山陽本線の電化後もクレ線が非電化であったことから、糸崎駅広島駅間は蒸気機関車が牽引し、さらに1968年末からは宮島を描いたヘッドマークが機関車に掲げられ SL ブームを盛り上げる形もなったが、クレ線も1970年には電化されたことにより、 東京駅広島駅間の直通列車としての秋は廃止、山陽本線経由の特急、朝風増発という形で振り返られ、新大阪駅三原駅間で運転されていた急行、友の一往復が呉駅まで運転区間を延長した列車を秋として赤尾線経由で運転されるようになった。山陽新幹線の岡山駅開業に伴うダイヤ改正では、 クレセン経由の電車急行は、秋に統一されて、岡山駅広島駅間の運転に変更され、新幹線連絡急行として3往復運転された。山陽新幹線博多駅開業に伴う、ダイヤ改正では、クレセン経由の急行、秋が廃止される代わりに新大阪駅、下関駅間の夜行急行、温度の1往復を、特急、秋としてその名称を引き継いだが、 山陽新幹線開業で沿線の乗客が移行しただけでなく、広島県内での運転時間帯などの都合からも、再販防金以外は空席が目立つほど利用が低迷したこともあって1978年10月2日に廃止され、これをもって中高、夜高とも、クレセン経由の優等列車は全廃となった。列車名は、広島県西部の旧国名である、秋国に由来する。 1950年に大阪駅広島駅間で運転を開始した準急3 0 7 3 0 8列車がルーツで当時は大阪駅岡山駅間で大阪駅広島駅須崎駅間の列車と並結運転が行われていたその後1959年に七浦と名付けられた1961年には混雑緩和のために 温度が運転を開始したが、1968年に温度に統合されて廃止された。列車名は、秋の宮島、五福島の周辺に存在する、継承地の七浦が由来となっている。京阪神広島間の夜間の輸送力増強のために運転を開始した、新大急行列車で、1961年に、新大阪駅広島駅間で運転を開始した。 1962年には運転区間を下関駅まで延長。1968年10月からは七浦を吸収する形で京都駅広島駅間も設定されたが、この列車は1973年10月から廃止される1975年3月までは定期列車としては初めて12軽客車が使用された。列車名は 広島県呉市にある本州と倉橋等の間に存在する海峡である温度の瀬戸に由来している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。